経営学科に進学を決めたのは高校3年生の頃だったんですけど、それも些細な疑問がきっかけだったんですけど、僕たちが普段使っている製品とか利用したいサービスとかって、それを開発したりとか運営したりしてる会社っていうのは、どうやってその私たちがその利用したいとか使いたいっていうのをこう知って、どのようにして提供しているのかっていうのを不思議に思いました。僕は経営やマーケティングの基本的なことも知らなかったんですけど、この疑問がきっかけで経営学部に進学したいと思いました。経営学科のいいところの一つは、簿記の資格が取りやすいところだと思います。経営学科では1年の時に必修で簿記の入門の授業について学べるんですけど、2、3年生からはもっと専門的なことを学んだりとかもできるので、こう簿記の資格をすごい取りやすいんじゃないかなって思います。マーケティングに興味を持っているので、マーケティング関連の授業が好きです。でマーケティング関連の授業って結構会社を事例に出したりとかするので、なんかこう、この会社はこういう戦略をとって、でこのようにしてなんかその顧客のニーズに応えてるっていうのが分かって、すごい楽しいです。ゼミでは、主にケースとかディベートとかやってるんですけど、3人とか4人グループで分けて、1週間以内に結構考えたりすることが多いんですけど、市場とか企業について分析して、この企業はこういうサービスをやったらいいんじゃないかとか、こういう戦略を取ったら、売上とかあと顧客を獲得できるんじゃないかっていうのをグループで考えて、それを発表したりしてます。私が大学入学する前に比べて、勉強に対する意欲がすごい上がったなって思ってます。高校までは、結構自分の苦手な分野とかがあって、なんかそのやりたくない勉強とかもやらなくちゃいけなかったので、ちょっとあまり勉強することに対して意欲的ではありませんでした。経営学科に入ってからは、自分が学びたいことを学べるようになったので、結構勉強に対するモチベーションとかがすごい以前より格段に上がったかなって思ってます。僕が1、2年生の頃は新型コロナウイルスの影響で授業のほとんどがオンライン授業になってしまって、今までの授業形態と違った形になってしまったので、ちょっと勉強しづらい環境にはなってしまったんですけど、学びに対する意欲は消えませんでした。大学で培った自分から積極的に学ぶことを忘れないでいたいと思います。知識を深めていくことっていうのは社会に出てもすごい重要なことだと思います。仕事を続けていくためにもモチベーションを保つことってすごい必要不可欠だと思っていて、その環境でなんか学ぶ意欲っていうのもなんかそのモチベーションを保つなんかその一つの要素だと思っていて、なので今後も積極的に学びに行く姿勢を忘れないで、今後の自分のその仕事にモチベーションをつなげていきたいと思います。今後の目標は、私が大学生活の中で培った積極的に学ぶことを忘れないで、今まで苦手意識を持っていた英会話についてちょっと挑戦していきたいと思います。キャンパス内にいるときは、一緒に授業を取ってた友達とかと話してたりとか、あとお昼の空きコマとかはその友達と一緒に昼食を食べたりしてます。一人でいるときは結構その授業の課題とかだったり予習とかだったりやったりとか、あとはそうですね、音楽とか聴いてることが多いですね。課題を進めたり勉強したいときは8号館のラーニングラウンジを利用することが多いです。座席数も結構多くて、で席が埋まっていることがほとんどないので、
まあ、いつでも利用できるっていうのがすごいいいところで、勉強したいときはすごいおすすめだと思います。家で YouTube を見たり、友人とオンラインゲームをすることが多いです。で、最近ですと、アコースティックギターを弾くのにハマってまして、で、まだ簡単なことしかできないんですけど、そうですね、練習して好きな曲を弾けるようになったらすごい嬉しいです。受験の時ってすごい辛いこととか、あとうまくいかないこととかが結構たくさんあると思うんですけど、それを乗り越えたら、楽しい大学生活が待っているので頑張ってください。